恋をして初めて知ったこと。目が覚めると無意識に好きな人のことを考えてしまうこと。あ、うんうん、振り払っても消えてくれないこと。シルベちゃん、おはよう。学校へ行くと失礼しました。あ、目が勝手に彼を探してしまうこと。目が合うと心臓が跳ね上がること。そしてあ叶わない恋はこんなにも苦しいということ。おはよう、シルベちゃん。あ、おはようっす。今日は珍しく遅かったわね。いつも一番に来てるのに。お寝坊？あー、実は学園長室行って点火手続きしてたんす。え？点火って結婚家を辞めるってこと？この間の課題の時にも言ったっすけど、もともと決めてたことっすから。裏切り者を見つけ出す課題では誰も追放されなかった。誰が本当の裏切り者なのか、そして自分が誰を好きになってしまったのかも誰も追及しなかった。よかった、それでよかった。誰も知らなくていい。芽生えたばかりのたかが一瞬の恋。じゃあ送別会しようぜ。いいっすよ、転校するわけじゃないんすから。普通科行ってもみんなのこと応援してるっす。このままなかったことになればいい。本当にそれでいいの？え？なかったことになんて振られるより辛くない？別に人の彼氏好きになったって犯罪なわけじゃないんだし。な、だとしてもこの感情はいろんな人を困らせるだけっす。誰も幸せにしないし、この学園の前提にも逆らってるし、秋にだっていっぱい迷惑かけて、それを貫こうなんてただのわがままっす。お、だからいいんす。それより荷造り進めないと。あ、それ持つっす。うん、この気持ちさえ消えれば。最新のリボン12月特大号は、かつてない胸キュン展開、表紙&カラー41ページ、村眉先生のハニーレモンソーダ、憧れの青春がここにある、関東カラー43ページ、海ちゃん先生の青に落雷、リボン史上初、希代のクリエイター牧先生によるイラスト連載ノーワーズ、そして今月の付録はポップウサギ、マフトマフとアペンポ、大人気の韓国風スペシャル、リボン限定のゆるかわウサギがモチーフだよ。イエローかけるパープルが大人っぽい、ジャガー通りのタグがリッチ、開けてもキュート、スクリーンのファスナーと裏地のパープルが存在感抜群、学校や習い事でも大活躍、チェキやプリを入れるのもおすすめだよ。さらにイレイスとのスペシャルコラボ付録、本誌ではあのリボン作家さんが超絶レアなイラストを描き下ろし、リボン12月特大号は大好評発売中ポス。最後まで動画を見てくれてありがとうポス。グッドボタンやコメントも待ってるポス。次の動画も見てね。